草木は、日当たりの良い原野などによく見られる。しそかの落葉症高木。葉に悪臭があることからこの名がある。日本全国の他朝鮮、中国に分布する。従来は、熊津空科に入れられてきたが、現在は、しそかに移されている。種商名は、三分期の意味で、果樹の枝を刺す。葉は大きく、長い傭兵を含めて30センチメートルにもなり、柔らかくて、薄く。 柔らかな毛を密生する。葉を触ると一種異様な匂いがするのがこの名の由来である。花は8月頃咲く。花びらはガから長く突き出してその先で開く。おしべ、めしべはその中からさらに突き出す。花弁は白、ガはは初め緑色で次第に赤くなり甘い香りがある。昼間は揚げョウ科の大型の蝶が日が暮れると。 スズメガカの大型の画がよく放火し、十分に預かる。果実は、紺色の液化で秋に熟し、赤い額が開いて残るためよく目立つ。この果実は鳥に接触されて、種子分散が起きると考えられている。道端などでよく見かけ、繊維においては、ヤブの状態のところに侵入する最初の樹木として、先駆植物の典型である。草木の花では明確な優生先熟が見られる。 野外観察によると、草木の花の開花は午前中から午後の初めまでが多く、開花すると、花冠は2日から3日にわたり、開きっぱなしとなる。開花初日からおしべもめしべも、果敢より長く抜き出して展開しているのであるが、開花初日では、おすしべは完全に展開するのに対し、めしべの展開は、不完全であった。2日目になると憂髄は、しおれ、めしべでは、 中等が二つに劣化して受粉可能な状態になった。外見的には開花当初は、湯水も目しべも、果敢から抜き出て、前に伸び、先端はともにやや上を向く。湯水では、湯水の展開中に薬が開き、湯水が伸びきった段階では、薬の表面に花粉が完全に露出した。二日目になると、おすしべは下向きにしおれ、目しべは上向きになって中等が劣化する。 三日目になると果敢と、おしべは脱落し、めしべだけが残る。つまり、本種では一つの花において、ゆうずいとめしべの身長と成熟に、明瞭な差があり、まず一日目に、花粉の散布が行われ、この間は、めしべは、受粉可能になっていない。二日目には、ずいがしおれて、下を向き、その段階で、めしべが受粉可能となる。日本では、北海道から九州、 琉球列島まで分布し、国外では台湾、中国まで分布がある。四国以南には葉が長くなり、果樹がよりまとまった。他に葉にほとんど葉には名の通り得意な匂いがあるが、茶の他に茹でれば食べることができ若葉は山菜として利用される。収穫時には匂いが鼻につくが、しばらくすると不思議なくらいに匂いを感じなくなる。果実は、 草木染めに使うと焙煎剤なしで絹糸を鮮やかな空色に染めることができ、赤い額からは鉄焙煎で渋い灰色の染め上がりを得ることができる。実の青色色素は名古屋大学の佐々木京介らにより構造が突き止められ、首相名にちなんでトリコトミントを命名されている。また、英語名をハーレクイングローリー、バウアーなどと言い,い、欧米では鑑賞用に栽培される。 日本で草木そのものが栽培されることは少ないが、栽培は容易。繁殖は挿し木、株分け、寝伏せなど。種子以外に根からの不定目でよく増える。同族のヒニリ、玄平草木、ボタン草木などは観賞用に栽培される。ボタン草木は時に野外に移出して野生状態で生育している。草木の他にも以下のように、その周期のために草木の名を持つ木がある。 ありがとうございます。